楽うまクッキング。今日は広島市中区八丁堀の料理教室ストゥディオグリオットを拠点に、家庭でできる最新のフランス料理からスイーツまで幅広く伝えるフレンチの伝道師、山本京子さんの登場です。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は手料理でお返し、はい、ホワイトデー料理というテーマでお送りします。はい、今日はこちらを作ります。キャラメルバナナパイ。はい、いいネーミングです ね、大好きな言葉ですよね。はい、女性の好きなパイ、女性の好きなバナナ、女性の好きなキャラメル、はい、それが3つ合わさってるということで本当にいいネーミングだと思います。今日すごい楽しみ。もうこの名前からして美味しそうですけどね。はい、味も抜群で、はい、なおかつちょっと男性でもお菓子作りとして非常に簡単な、本当に今日は本当にできると思います。ね、しかも見た目豪華ですからね。はい、浜井さんやってもらってね。今日は僕は盛り付けたいと思います。はい、こちらも注目していただければ、はい、あんまりやったことないですけど。さあ、はい、それでは早速クッキングスタートです。はいはい、キャラメルバナナパイということで、今日はまずバナナいきましょうか。はい、バナナから切っていきましょうか。はい、バナナもですね、こう青いっていうか、はい、うん、まだこれ大丈夫っていうぐらい、あんまり熟してないんじゃないのっていうような若そうなバナナいいですね。というのがですね、はい、こう今からソテーするんですけど、発酵臭が出てくるんですよ、熟したのは。うん、ね、だからね、ちょっとバナナの香りが強くなりすぎてしまう、はい、熟してるとね。はい、それで、今日はまん丸に切らないでちょっと斜めに、はい、こうちょっと長めにですね、斜めの輪切りですね。はい、こんな感じでね、はい、いきます。いいですか、これちょっとバナナが出た方がいいでしょ。だからちょっと長めにね。あ、なるほど、それで斜めにして、うん、そう、バナナを飛び出す感じにするわけですね。はい、見える方がいいですからね。はい、はい、切りました。それをソテーしていきましょう。はい、はい、今ね、ここバター溶かしてるんですけど、はい、お菓子作りのバターは無塩バターです。無塩バターが基本。はい、はい、無塩バター 30g が入っています。はい、そこに今日は、ブラウンシュガーね、はい、茶色いお砂糖ですね。茶色いお砂糖ですね。まあ、なければ、はい、グラニュー糖でもいいんですけど、はい、今日はこのブラウンシュガーによって、うん、こうキャラメルっぽい香りのですね、うん、感じが出ますよね。あ、これでやっぱりコクが違うんですね。そうですね。はい、はい、ここにバナナを入れていきましょう。はい、バナナが入ります。はい、入れます。はい、でここです、この絡めていくわけですね。うん、そうすると、はい、このバナナがよりですね、コクがあって甘さと旨味が出てきますよね。このソテーすることで、うんうん、コクが出るんですね。だからさっき言ったバナナも青い方が、うん、フレッシュ感がすごく出てくるんですよ。あ、ね、なるほど。熟したのでしたらここからとろっと溶けていって、発酵臭が出てきますからね。バナナの香りが強くなっちゃい、うん、なりすぎちゃうんですね。ね、うん、はい、でここでまた一段とラム酒を入れますと、はい、パッと、わあ、大人のお菓子の香りだ。ね、うん、いいでしょ。まあ、ラム酒、ね、ラム酒がこうアルコール臭いい飛びますから、いい香りしてますよ。もっと。ああ、来ました、来ました、来たでしょ。本当だ、ね、はい、これはいい香り。一旦ここに取り出してですね、はい、粗熱を取っておきましょうね。はい、しっかり冷ましてくださいね。はい、この後生クリームのように盛り付けるので、ね、そうですね、はい、熱はしっかり取ってましょう。はい、はい、じゃあパイシートの方に行きましょう。はい、パイシートですね。これはね、今日ね、市販のものを用意しております。はい、はい、簡単ですよね、これがあるとね。はい、ですが、パイシートっていうのは、はい、塩味なんですよ。うんうん、なのでここにグラニュー糖、穴開けましょうか。穴開けるんだったと思って、はい、すいません。あのね、これね、なんで穴開けるかというと、はい、パイ生地ってこうゴムみたいになってて、うん、キューッと、ね、縮むんですよ。へえ。なんでこの穴開けることによって縮みを防ぐんです。そのための穴なんですね。うんうん、そうなんですよ。だからちょっといっぱい穴開きました。はい、それで味をつけます。はい、はい、グラニュー糖ね。これはパイ生地が塩味なんですか。うん、塩味です。へえ。はい、なのでこういうふうにグラニュー糖をかけて、はい、大さじ4です。はい、まんべんなくですね、こう切って綺麗にしていきましょう。ああ、こうやって伸ばして、はい、はい、これでいいです。これで、オーブンはよく180度、ね、中温なんですけど、パイ生地の場合は高温、はい、うん、高温、うん、200度から220度ぐらいで焼いてください。はい、でこれを6分、今から焼いていきましょう。200度で6分焼くんです。はい、はい、
で、焼くとどうなるかというと、はい、今から持ってきますけど、はい、はい、いいですか、はい、ここからが先生、はい、今日の面白いところですよ。面白いところ、先に焼くことで6分焼くと、はい、こんなにふるっと膨らむんですよ、はいはい、膨らみます、はい、ですが、あの悲しいことに、はい、このもう1枚の天板で押さえていきます、ギュッて、あら、しぼんでったそうです、せっかく膨らんだのを重しを乗せて、はい、天板もう1枚乗せて、ぺっちゃんこにします、はい、はい、これでもう1回焼きます、はい、はい、あ、また焼くんですか、焼くんですよ、そうなんです、はい、この重しを乗せることでどうなるんですか、これがあの今膨らんだのがこの重さで安定して平らになるんです、平らになると、はい、はい、でこれをもう1回オーブンに戻します、はい、蓋したままね、はい、はい、それで14分焼きましょう、はい、重しを乗せたまま14分焼きます、うん、焼きます、はい、で今度重しを乗けてまた5分、うん、はい、今度はこう綺麗な焼き色がつくようにね、うん、天板を乗せます、そう、はい、で焼くとこうなります、こんな感じになります、はい、綺麗なパイ生地です、ぺったんこです、ぺったんこ、ね、はい、ものすごく平らです、3回焼いてあるってことですね、そうですね、はい、こうすると綺麗にこう重ねることができるんですよね、そうなんです、はい、はい、でこちらをですね、4等分してください、カットするとこんな感じになります、はい、美味しそう、それに砂糖振って食べても美味しい、もう振ってある、もう振ってあるから、あ、まださらにで、でも甘いんですよね、さらに砂糖、甘いってことですね、欲しがりますねもう駅伝終わったから、はい、はい、じゃあ盛り付けていきましょうか、はい、あ、じゃあ私のと、先生さんの、はい、分かりました、先生さんが食べるのを、はい、もう今日は僕が目の前で、はい、はい、盛り付けていきましょう、で、まあ、あの今の4等分して2枚使いますから1枚を下に敷きます、はい、1枚をまずこう皿の真ん中に置くわけですね、そうですね、はい、それで、はい、生クリーム今ホイップしてあるんですけど、はい、絞り袋に入れてこういうふうに絞っていきましょう、はい、あー綺麗、あー、なるほど、はい、やってみてください、これでも絞り袋はさすがにね、男性あまりやったこと、僕も初絞り袋ですからね、これはそう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 、あー、いい、あー、密度がいい、密度がいい、いい、私より上手、僕ね、こういうのすぐできちゃうんです素晴らしい、何の面白みもなくて、もう手先が器用だからな、なんでいつも戦った時負けますよね、私っておかしいな、素晴らしい、楽しいですね、絞り袋すごい楽しい、負けたここに、はい、今粗熱を取ったバナナをね乗せていきます、あ、ちょっと、ね、これ持っておきましょうね、あ、いいですよ、はい、大丈夫で、こういう風に、あ、このバナナの大きさがやっぱりいいんですね、うん、ちょっとはみ出る、そうですね、交互にね、こういう風にね、斜めに切った甲斐がありましたね、乗、うん、せていきましょう、じゃあ私もうすぐこっちも乗せていいですか、はい、わー、そのバナナ美味しそう、これがね、本当にね、大人の味なんですよ、うん、これあの今日はこういうにするけど、アイスクリームの上に乗せたりとか、うん、バナナだけソテーして使われてもいいと思います、はい、はい、他の使い方ができるわけですね、ですね、はい、はい、さあそしたらもう1枚のパイで蓋をしていきます、ここで蓋ですね、はい、こういうふうに蓋をしましょう、ほう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 、軽くね、これを上に乗っけると、はい、そうですね、はい、はい、はい、乗っけました、そしたらあとはフルーツ、トッピングにフルーツと、ここからはトッピングですね、ナッツね、はい、わかりました、じゃあちょっと真ん中持ってきていい、でいちごをこう先に乗せていきましょう、もうイメージはね、宝石箱、宝石箱、うん、のように綺麗に盛り付けてください、飾り付けましょう、はい、またここで私が負けるんじゃないかな、センスそう、センスが出ますよ、これね、盛り付けのセンスはね男性ないですからね、これ綺麗な方がいいんですか、几帳面の方がいいんですか、それとも崩した方がいいんですか、いや、もう本当にお好きにどうぞ、あ、でもちょっと僕丸気ですね等間隔に並んでるとだからこれやっぱ崩した方がいいですね、そうですね、うん、でこういうね、あのセンスがないな、いやいやいや、こういうふうに何かこう合わせることによって、はい、こういう立体感が出てくるんで、今度はキウイですね、あ、キウイあるといいですね、やっぱりね、こういうふうに色のバランスが良くなりますね、はい、でブルーベリーはまたこれね締まるんですよ、この色が、あ、いい、ね、いい、これお皿の、あのお皿の上に落ちるんじゃなくて、このパイの上に乗ってる方が理想そういうことですか、本当お好み、お好み、どうぞお好きなように、独創的にいっちゃってください
これはなかなか性格出ますよね。でも几帳面すぎるんじゃない、はい、どの先生にも言われますよね。出ちゃうんですね。出ちゃうんですね、細かいところがね。今度はこのフルーツに最近このねナッツがね相性がいいというか、あの女性好きなんですよこの、ナッツ乗るかな。ナッツ出してください。でもナッツが乗るのとないのとじゃ全然違いますね。見た目も、見た目もね、あのあナッツあった方が本格的。ナッツいる？焦ります。ナッツ乗るかなこれ。どうかな。本当でもこれほら見た目にはお店で売ってるようなケーキみたい。はい、さあこれであとは飾り付けに少し粉糖をね、あーさあどことか、はい、なるほど、粉糖ははい、はい、あの真ん中にこうちょっと、あーそうですね、あーいいですね、あーいいですね、はい、いいですね、あーこれ簡単、はい、じゃあこれで完成です。はい、これ男性でもできます。できます、できます。ですごい作った感あります。キャラメルバナナパイ完成です。はい、さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。パイ生地はそのまま焼くと膨らんでしまうので、途中で重しを乗せて焼くことで、非常にこうまっすぐ平らに焼くことができます。具材に選んだバナナはソテーすることでコクのある甘さになります。大人仕様でラム酒の香り漂うキャラメルバナナパイです。さあそれでは先生さん、はい、僕が盛り付けましたんで、はい、召し上がってください。ありがとうございます。はい、いただきます。非常に可愛い。いやでもあの山本さんに教えてもらった宝石箱っていうイメージはすごい盛り付けしやすかったですね。うん、上に本当に豪華にしていってキラキラさせればいいという感じですよね。パイサクサクですね。あれやっぱりね、重し乗せて焼いてるので。そうなんですよ。はい、はい、じゃあいただきます。はい、ちょっとこれ全部すくって、そんなに見ないで恥ずかしいですか。せっかく僕が盛り付けたのがどんどん崩れていく。いただきますね。もはやもうパイの上には何も乗ってない。うん、これバナナね、味わってほしいですね。はい、うん、バナナ美味しい。美味しいでしょう。はい、あ、全部のバランスがいいですね。うん、このパイのサクサク感と、はい、フルーツの酸味と、はい、全然くどくなくて、うん、さっぱりしてます。うん、やっぱりブラウンシュガーがね、あれがいいんですよね。を出してますね。うん、あるアイスクリームにも非常に合う、はい、ということなんで ね、このバナナのソテーだけでも試してみてください。はい、さあ明日はアイデア料理の川添さんに薄切り肉でポークチャップを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。山本さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。